ソリちゃんです。ケンちゃんです。ゆうちゃんです。リクちゃんです。僕たちの遊びバー、イグミユータの舞台見に来てくれてありがとうございました。ありがとうございます。めっちゃ笑われてるやん。何笑って指差し。いや、高橋健介さんと鳥越ゆきさんがいる。そう、いつも通りいつも通り。東京南部さん、はい、幕末さん、はい、素晴らしい。やばい。そうか、いくみくんはちゃんとストーリーを見るのはほぼ初めてなんですよ。前行ったんですけど、ライブの方が。そうね、ライブを何回か行かしてもらって、いろいろ関係性、ああ、今まで知らなかったもんね。はい、知らなくてライブ見てたんですけど、なんか知ったから今ライブに行きたい。ああ、知って、なるほど、ね、あの MC をまた見たい。僕は初めて舞台やるってなった時に、うん、じゃあ統計見とけって言って、4年前から4年初演ってことね。今回やったやつの初演を見たの。その時はもう2人のことも知らないわけだから、見たら2人の関係性も知って、うん、ケンスケ君成長したなって思ってプロデューサー目線。でも前情報がさ、いろいろあるから、まあそうね、なんかいろんないらん情報がな、あの時の純粋な目では見れなかったのはあるんですけど、うんうん、結構2人がね大事まあね、なキーになってくる物語だったから。だって鳥越さんがね、全然ボケないからね。確かに確かに。あの、一応役者やらしてもらってます。なんかもちろん笑いもありましたけど、うん、泣く。いや、そうですね、だ新選組の話やからね。確かに幕末を生きた途中からね、もうみたいな、うん、僕らもあれ、あ、やばい、泣きそうみたいな。泣けよ泣けよ、先輩らがしっかり芝居してんねんから。涙でね、ぼやけちゃうんで、それちゃんと見なきゃと思ったんですよ。確かに。じゃあいいでしょう。よいちゃんと言う、ちゃんと言う、ちゃんと言う。2部制だったから、違う楽しみ方ができたなってのは思いますね。お芝居とエンターテインメントしっかり2時間半ぐらいか。でも、イグミの第一の感想がさ、ケンスケ君、なんでみんなにあんな気使わせるんですか。言いました、見終わった後言いましたよね。でも逆に入ってくれてるんやな。そうそうそう、だから感情移入でこうやって見てくれてるから、だから僕だったらね、ほんと怒ってますよ。僕が蜂塚さんなら、20分であの公演終わってました。うまくまとまってた。ドラマにはなってなかったです、公演。だって、ゆうくんの役との関係性が、ね、ようやく分かって、ね、ようやく分かったんで、うん、過去に地方公演でいろいろ事件あったじゃないですか、うん、全部結びついて見てそこであれはね、そう、今結びついてって言ったやろ、うん、この後にやる作品が結びの響き始まりのね、あら、これ DVD が発売されております。ぜひお願いします。この後のストーリーになってますのでね。そうなんです、楽しみしてもらえるもずっと書いてたせやね、そんな乗るうちらちょっと見えてもうてんな。なんか、なんかめっちゃ首だけすごい動いてる子おるなと思った。だってね、結構ね、おえおおおみたいな、そう、めっちゃいい曲が、ちょっと曲がいいし、振りもいいし、うん、こうなってたな、これ一人で、ゆうたろうが多分隣やろうなと思って、うん、多分恥ずかしいやろうなと思いながら、確かにちょっと他人の振りしてたよな。この、まあ男性のが少ないじゃないですか。まあそうやな、その中でこの見たけの人がやばいよな。後ろいなかったんで、僕の席は後ろはどんだけ覚えてたこの上半身、僕嫌だもん、絶対そのぐらい楽しんでくれたっていうのがね、楽しかったです、本当にありがとうございました。楽しかったです。